っとそういうの見たかったんですよ、はいはいはい、この時期の大会って絶対面白いじゃないですか。ああ、そうですね、さて時戸が座りましたね。そうですね、さあこの二人はもう過去さまざまなゲームで ね名勝負を繰り広げてきました。あ、さあ外人コメントのもイズディスエボという、俺あれですよ、ゴッツガーデン、ゴッツガーデン1の時戸対ネモン、俺は好きですよ、あれ面白かったですね。あ、さあ、あの時は破山衆を連発したネモチュンリに対しダイヤシカラキャン申告を決め、いつまでやってんだてめえはよーという、みたいなね、煽りを入れたというところですね。あれも結構前ですよ、8年前ぐらいですよ。さあ、はあ、時戸豪輝お披露目ですよね、これ。先ほどちょっと時戸君に話を聞いたところ、ちょっとまだ豪輝は今のところきついというような話もしてました。しかしね、ちょっと1回は使ってみようという心持ちらしいので、はははは、今日は豪輝という形ですね。何番頑張ってんのは時戸。さあ位置が入れ替わる、タシヤパンチ。さあ置き合いはユリアンの方がリーチ長いというところか。しかし垂直からコンボ入れました。画面端を維持しております。さあ元サードのユリアン使い時戸としては、ユリアンの立ち回りには負けたくないでしょうか。普通に飛んできた、うわー、マジ入ってる。これはいったでしょう。安定コンボを入れて、さあまずはネモユリアンが1ラウンド。サンフレコパンで暴れたのかなってところだったっすけどね。あ、ですかね。さあ豪輝はちょっとリーチも短くてネタは豊富ですが、こういうところですね今のところ。そうですよね、ユリアの方がやっぱリーチは長いと思うんで、はい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 、さあここは入っていく。さあこれはクリティカルアーツコンボですね。さあまだ時の仕事、あんなコパンが入らかしないんだな、あれ超微妙だったと思うんですね。難しいですよね、判断むずいですね、あれは判断難しいですよね。さあこれ中足ハード、基本に今のところ基本に忠実なプレーをせざるを得ないというところでしょうか。どうだ、今回は要注意キャラ筆頭として上がってますよね、ユリアンはね。そうですね、なので対策は結構してると思うんですが、どうでしょう、歩いて画面端まで行きました。おっと、さあ中足ハード確認、グイトリガーからの勝利締めして、どうする、これはガードしている、また竜巻波動昇竜。さあ時戸が取り返しております。シンプルに EX ヘッド打ってきましたね。さあ対空昇竜、3ラウンド目は時戸豪輝が先手を取っております。さあ残空から攻めるが、投げているのはネモユリアン、 EX 昇竜。さあここで押し返してきました。ここらで1本使っとくかみたいなところ、そういう心理もありますからね。ありますね、ゲージたまりますからね。さあ100機から行くが、さあどうだ、ちょっとこれだけ見て、あ、了解です、いけようかな、はい、あっとここは飛び後ガードしてしまったが、でも、ね、同じ昇竜でもキャラ変わると出なかったりしますよね。そうですね、そうですね、そういうところやっぱありますよね。どうだ、尺目中が入っている、さあタンクルは持続になっているが、コパンが入らず、さあ飛びが入っている、コパコパ竜巻昇竜。さあこれは相打ちになっている。さあ V スキルも構えて、さあ EX タックルが張ってタッチガードしている時の攻撃発動したが、ここでさあ8年前を彷彿とさせる瞬目殺を決めていきました。やりおりますね、ちょっと自分は試合なんで頑張ってください。時戸豪輝、ここは読み合いの強さを見せつけましたね。さあ配信にもバッチリ映って、プロの面目躍如というところでしょうかね。